はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回もチューハイですね。どっかのデパ地下で売ってました。ラムネサワーです。チューハイラムネサワー。飲みやすい爽やかな味わい。セブン&アイの商品です。アルコール度数 5%。原材料が加糖ブドウ糖液糖とウォッカと炭酸と、酸味料と香料です。はい。あ、これもね、甘味料が入ってなかったから買ったんですけど。前回のあれがクソまずかったんで、怪しいですね。乾杯。ああ、全然うまい。ああ、前回のストロングゼロドライよりはるかに美味しい。ああ、全然うまい。生き返った。無理やり飲もうとして、このポッカレモンを入れて飲んだんですけど、やっぱりまずくて、全部捨てました。前回のやつ。ああ、飲みやすい爽やかな味わい。これまさにラムネサワーですね。しかも、程よく甘いです。程よく甘いっていうか、普通のラムネと同じくらいの甘さですね。うん。まあ、それに、ここに書いてある、ウォッカって書いてあるから、ウォッカが入ってる。まあ、ラムネにウォッカを入れたような感じですかね。うん、特に癖もなく、まさにラムネ。まさにラムネですね。うん。ああ、これは出来がいいですね。これは出来がいい。宝の缶中、宝の焼酎ハイボールにラムネサワーみたいなのがあったけど、ラムネのやつ。あれよか全然美味しいですね。うん。ラムネ味の、あれに比べると。宝のやつは、あれ甘くないんですよ。うん。ほとんどね。でもこれはすごい甘い。うん。それもその甘さが甘味料の甘さじゃなくて、甘味料入ってないんで、これはね。うまい。あ、これは美味しい。で、値段も100円ぐらいですね。100円も多分しなかった。多分これ、88円とかで売ってるやつですね。おそらく。だと思います。なんで、普通に、これはクオリティ高い。うん。まあ、ラムネサワーって、まあ、なんすかね。まあ、結構、どこでも売ってるんだったら、まあ、あれなんですけど。これは美味しいっすね。うまい。これはうまい。ほとんど、昔懐かしいラムネを飲んでる感じ。うん。うん。酒の特有の癖もないし、美味しいっすね。サンガリアとかのラムネのチューハイ前飲んだことあるけど、サンガリアとか、特にサンガリアですね。あれは大体なんか変な癖があるんですよ。でもこれは、実に癖もなく。
美味しい。かき氷のあのブルーハワイっぽいですね。うん。まあ、ブルーハワイ。そうですね。ブルーハワイっぽいですね。ぶっちゃけて言うとね。うん。結構、あの、結構居酒屋にも売ってるみたいですね。うん、水色に着色された。うん、この、うん、ああ、これぐらい。うん、あ、これ美味しいわ。あれですね。あの、なんだ、ガリガリ君の、ガリガリ君のソーダ味。ソーダ味の味、そこそこ甘い。まあ、やっぱチューハイはね、そこそこ甘くないとね。これは美味しい。やばい、ホワイトボードマーク。2434です。ご視聴ありがとうございました。